が甘めてごめんな。あの時母ちゃんは文句も言わずに初めてライスカレーを作ってくれた。美味しかった。ありがとうってここまで言っとったけど声に出してることができなかったさ。バッテン心の中じゃ何度も何度もありがとうって言いながらおかわりしとったのよ。母ちゃんありがとう。最後に母ちゃんと話をしたのは木枯らし吹き荒れる2月半ばの寒い夜、小さな母ちゃんは日々言われた手で背中丸め寒い中俺に酒こうてきてくれた。そんな優しい母ちゃんが食べていた。母ちゃんは人を笑うのが大好きだったね。そしていつも笑いの中心の言葉、おいを狙って明るく鍋をつければ。母ちゃんそろそろお通夜の準備はせんといかん。母ちゃんのためにこんなにいっぱい集まってくれたわ。母ちゃん、いつも母ちゃんは素顔のままだった。最後の夜は俺の手で薄化粧させてくれ。ドラマを見ているようなそんなシーンが浮かんでまいりますね。ありがとうございました。